皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自虐動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、右足の右股関節にね、痛みが出てきましてね、今僕の体でね、こういった症状が出てきて恐れられるその病状っていうのはですね、まあ、タイトルにもありますようにね、大腿骨と壊死症っていうやつがあるんですよ。まあ、まだただその予想ですけどね、まあ、そう睨んでるだけなんですけども、あくまでも予想なんです。そのほんまにこの素人の自己診断はほんまに愚かなものはないんで、ほんまにそれね、あかんので、まあ、ほんまにただただ予想してるだけなんですけどもね。で、まあ、たびたび僕のこの動画でよく聞きますよね、大腿骨と壊死症というのはですね、まあ、それをね、簡単に言いますとですね、その大腿骨っていうところがね、壊死する病気なんですよ。ね、簡単に言うとそうなんですけども、大腿骨が壊死するというのはですね、まあ、大腿骨というね、骨がね、太ももにあるんですよ。皆さんにもありますよ。皆さん太ももありますよね。太ももにある、一番太い骨が大腿骨っていう骨なんですよ。で、その骨盤とね、太ももの骨をね、つないでる部分のね、ところにですね、血液の流れが止まってしまって、そこが壊死してしまうという病気なんです。壊死した部分っていうのはですね、まあ、生きてるその骨の持つね、修正能力っていう、修復能力がっていうのがね、その、まあ、自己再生する能力があるんですよ、骨っていうのは。その能力がね、まあ、壊死してしまったら、その能力がなくなってしまうためにですね、その壊死した範囲が、その部分が広かったりとかですね、大きかったりとかしたりすると、その部位がね、例えばほんまにめちゃくちゃ悪くなってたりするとですね、壊死していることにほんまは気づかずに、しばらくしてからその骨の形が潰れてしまってね、潰れてしまったことによって強い痛みを引き出してしまうことがあるんです。ね、怖いでしょう。ね、そんなね、大腿骨と壊死症なんですけどもね、まあ、発症する原因というのはですね、まあ、はっきりしたタイプを二次性、続発性大腿骨と壊死と呼びまして、で、はっきりしないタイプっていうのを特発性大腿骨と壊死と呼びます。で、特発性の大腿骨と壊死症はね、厚生労働省からね、難病指定にされています。で、こっちの特発性大腿骨と壊死っていうのはね、原因が3つあるとされています。でもね、おかしくないですか。さっき僕は原因がはっきりしてる方が、二次性大腿骨と壊死と呼んで、はっきりしないタイプを特発性大腿骨と壊死と呼びますで説明したんですけども、で、そのね、こっちの、原因がはっきりしない特発性大腿骨と壊死の原因が3つあるっていう風なことがもう発表されてるんですよ。おかしな話ですよね。で、今からその3つを説明していきますね。長期間にわたってそのすごいお酒をすごい量で飲む、多量長期間の飲酒っていうのと、副腎皮質ステロイドの、大量使用っていうのと、もう一つはほんまに特発性という、その本当に原因がわからない場合っていうやつの3つがね、あると考えられてるんです。ややこしいですよね。僕も最初読んだ時にはぁってなって意味わからなかったんですけども、まあ、なんかその3つが特発性大腿骨壊死の原因なんですよ。もし僕がね、そうなのであればね、まあ、毎日かれこれ2年間飲み続けているその免疫抑制剤っていうのがね、まあ、同じ効果があるとされているということで、副腎皮質ステロイドの大量使用ということになりますので、特発性大腿骨壊死になってしまうんです。で、前説明しましたよね、僕動画でね、僕が飲んでる免疫抑制剤というのは副腎皮質ステロイドと同じ効果がありますっていう風にね、何かの動画で説明したことはありますけどもね。で、まあ、症状としましてはですね、その大腿骨っていうのがあるんですよ。その、ね、大腿骨っていうのは太ももの骨がね、こういう風にありまして、ほんまにこういう形してるんですよ。で、この大腿骨があって、骨盤が、これ骨盤として骨盤にこうかぶさってるところの、ここの部分が大腿骨頭っていうんですよね。ここの部分が壊死してしまって潰れてしまって、その潰れた大腿骨頭の骨層周囲に、出血とかね、むくみが出てきてね、強い痛みを感じるんです。こうね、なんて言うんでしょうね、こう立ち上がった時とかね、歩く時とか、体重をかけた時にっていう時にね、痛みが出たりとかね、まあ、安静にしてる時にも、まあ、痛みが続いたりすることもあるみたいです。で、この痛みっていうのは潰れた部分にですね、この大腿骨のここの部分がね、潰れた
時に対するその血流がある側の骨から修復で徐々に回復してくることが多いんですけども、でこのね潰れてしまって血流がない部分っていうのはもう修復することができないので、自己再生能力がないので、そのすごい激しい痛みが出てきて、でこれを繰り返しながら股関節の変形とかね、股関節の障害がね進んでしまうことがね多いようなんです。で、まあ、僕はまだその見た目ね、こう右の股関節見た時の見た目ではね内出血をしているように見えんし、まあ、こう触ってみてもねむくんでる感じもないんですけども、確かにでも立ち上がった時にちょっとグッて痛むし、歩く時とか体重かかる時にですね、その時もちょっと痛みますけどね、そのさっき言ったら安静にしてる時に痛むかって言われたらそうでもないんですよね。あとね、最近ではね、その股関節が一番痛くて辛かったっていう時ではですね、うつ伏せになろうと思って床に肘をついてね、この膝をね足首の方にズルズルズルっとこうずらすように動かすとですね、こう曲げられてた股関節の前の部分がねこう伸びる瞬間ってあるじゃないですか。こういう風にこの瞬間、このこう伸びる瞬間がここめっちゃ痛いんですよ。次はね、その坂道といいますか、まあ、スロープ的なところをこう歩いて下る時とかね、まあ、階段を降りる時のその右足の一歩目と、で次左足を下ろした、で次の二歩目、右足の二歩目が軽く痛いですね。そのうつ伏せに寝そべる瞬間の体重のかかり方とね、そのスロープや階段を降りる体重のかかり方はね違うんですけども、まあ、同じ部分が痛むという事実ははっきりとしています。で次は検査の方法と診断なんですけども、あとレントゲンや MRI で行います。治療に関しましてはですね、そのねこれがまた大腿骨だったらね、骨頭っていうここの大腿骨頭の頭の方、骨の頭とかで骨頭って言うんですけども、でこの骨頭にですね血流がなくなってしまった状態であるためにですね、まあ、薬による改善っていうのはね見込みにくくですね、治療っていうのはもう手術の治療が中心になります。手術するんですよ、ここがね、ここをね、ほんでその骨頭をね、こう骨頭の体重を支える部分をずらすことによって、骨盤が当たるところをねこうグッとこうずらすことによって、まあ、どうずらすか分かんないんですけども、横にずらすのか前後ろにずらすのか分かんないんですけども、ずらすことによってその症状がなくなる可能性があれば、骨を削ってずらす手術、骨切り手術っていうのがあるんですけども、それが行われることがあります。まあでもしかしですね、その手術が難しかったりとか回復に時間がかかったりすることがあるためにですね、まあ、十分な相談のもとに行われるようです。またね、高齢者とかね体力の不安がある場合はですね、人工関節などを使ってね治療がね選択されることが多いです。こんな感じのね大腿骨頭壊死症ってね、その大腿骨頭のね一部がね血流の低下によってね壊死、まあ壊死って言ってもその骨が腐った状態ではなくてですね、ただただ血が通わなくなって骨の組織が死んだ状態に陥った状態なんです。さらにちょっと怖いんですけどもね、その骨壊死っていうのが起こることをね、まあ、発生というんですけども、ほんで痛みが出現することを発症っていうんですけどね、それにはですね、発生と発症にはねすごい時間差があるんで注意せなダメなんですって。つまりですね、骨壊死があるだけではね痛みはないということなんですよ。骨壊死に陥った部分が潰れることによって痛みが出現します。ここのね大腿骨の骨が壊死した時にはまだ痛みはないから気づかないんですって。でここがぐしゃって潰れてしまったことによって痛みが出現するんですよ。だから痛い時にはもう壊死している状態のことが多いらしいんです。したがってですね、たとえ骨壊死があってもですね、その壊死の範囲が小さい場合などっていうのは一生ね痛みをきたさないこともあるらしいんです。しかしですね、その万が一ね、その大腿骨頭壊死になって痛みが出現した場合でもですね、まあ、手術などのね適切なね治療によってですね、その痛みのない生活をね送ることができるらしいんですよ。だからね、まあ、過度の心配はねいらんらしいんですけどもね、まあ心配すんなって言われてもね無理ですよ。もうだってすでに名前からして怖いじゃないですか。名前ね、大腿骨頭壊死症ですよ。壊死症っていう言葉なんてもう怖いと分かりますけど、なんかもう大腿骨っていうことはもう日常的になかなか使わないでしょ、ね、ただただ骨のネーミングなんですけどね、大腿骨っていうのはね、今それだけでもなんか怖いイメージされますよね、ほんまに。
というかそこってね思われてると思うんですけども、まあ、ほんでねその日本ではですね1年間にその新しくね大体骨粗鬆症になってしまう患者さんっていうのは約ね2000人から3000人いてまして、で、まあ、これらの新しい患者さんにおける年齢っていうのは、まあ、全体的で30歳から50歳で、ステロイドに関連する、まあ、薬によってね関連すると限るとですね30代が多いんです。で、ね、働き盛りの年代にね後発してしまうと言えますよね。ね、僕もギリギリまだ30代なんで、でその新しい患者さんに、ね、なってしまう患者さんにおける、ね、男女の比率っていうのは、1.8 対1なんです。で、まあ、その患者さんにおいてはですね、まあ、大量にお酒を飲む人とかストレートという、ね、お薬を大量に投与を受けた人、ね、僕みたいに、ね、大量に受けた人とかが比較的に、ね、多く発症しますけどもね、まあ、何の関連もなく、ね、生じる場合もあります。そして本当の詳しい原因というのは十分には分かっていません。特発性大腿骨粗鬆症は、ね、まあ、ステロイド関連とアルコール関連ぐらいしか、ね、分かってないんです。でもステロイドだったら、ね、1日平均に 15mg 以上ね、服用したことがある患者さんとか、アルコール関連やったらそのお酒を日本酒で2合以上という量をね、僕はそのパッとわからないんですけども、まあ後で調べたらわかることなんですけどもね、その2合以上を毎日飲んでるっていう人が確率的に多いみたいなんです。まあね、お酒を飲んで操作するってことはまあ相当な量ですよねと思いますけどね。とまあステロイドっていうのはね、まあいろいろな病気のね治療のために使われています。でもこうなるのが怖いからってね、そのすでに処方されているステロイドとかね、僕みたいな免疫抑制剤っていうのを勝手に中止したりとかね、勝手に量を減らすとかっていうのをするとですね、そのもともと飲まなあかんかったのがあるのは、そのもともと病気があったわけでしょ。でその元の病気が悪化することとかね、ありますし、でその減量したがために、具合が悪くなることがありますので、決してね自己判断でね中止したり減らしたりしないでくださいね。ちゃんと先生の指示に従ってくださいね。まあ、だから僕も怖いんですけどもね、まあ、今のところはその手術したりね人工関節とかでね、その大腿骨粗鬆症はねなんとかなると聞いてますけども、まあ、そうならないようにするために、僕の場合はしっかりその薬を飲んでね、僕の場合はそうやって先生に言われてる通りにちゃんとね薬をね飲んでいきます。でもね、実はね、その僕はお薬を飲まない方が、その白血病のためにやった骨髄移植の効果はね、すごいあるんですよ。でも飲まないと、その骨髄移植の副作用が出る方が怖いんです。でね、急にやめてしまうとですね、まあ、先ほども言いましたけどね、その悪い影響が、具合が悪くなったりとか、元の病気が治らんかったりとかっていう風なことがね、訪れるかもしれないのでね、急な変化もね、怖いですし。もうね、何が正しいのかね分からなくなりますけどね、とりあえずね先生の言うことをね聞いておきます。でもね、まあ、以前にですね、今年の年明けぐらいだったかな、その今年の年明けくらいの、一番最初の通院ぐらいの時だったと思うんですけどもね、右足に体重がかかるとね、その右股関節がね痛むことがあったんですよ。実はね、その今ほどの痛みじゃなくて、なんか違和感あるよなって感じだったんですよ。でしかもその瞬間っていうのはね、必ずね歯磨きしてる時にやってきてたんですよ。不思議なもんでね、その最近はなかったんですけども、そのね、今年の年明けの1月ぐらいか、その時っていうのはほんまに洗面台の前に立ってさあ歯を磨こうと思った時にだけ起こるんですよ。しかも呼ぶだけなんです。朝と昼の歯磨きはね、なんともないんですよ。今朝もなんもなかったし、で今は歯磨きでは痛くないんですよ。全然痛くならないんですよね。だからその時の朝昼っていうのは、昨日の晩に痛くなったけど、今はなんともないなーって感じだったんです。で、それから半年以上過ぎて、先ほどね、見せましたよね、うつ伏せになる瞬間と、坂道や階段を降りるという瞬間にだけ痛さが訪れるんです。でね、うつ伏せになる時っていうのは、まあ、ストレッチ体操をしているイメージの痛さなので、まあ、どこかね、実は心地よく感じてるんですよ。だからね、ただの運動不足がそうさせてるんかもしれませんけどね。でもね、坂道を下る、階段を降りる時に発症してしまう痛みっていうのはどうもね理解しがたいんですわ。だからね、ちょっとその階段を降りる、坂道を下るっていう時になるとですね、一瞬前でねこう立ち止まってね、グッてこう身構えてしまう自分がいてるんですよね。まあね、まあ、僕はその免疫抑制剤がね原因と睨んでるんですけども、まあ、つい最近ね、先週の8月20日にね、その先生の指示によってね分量が減ったので、まあ、このままね、
徐々にね痛みが収束して血液の流れが良くなってくれて骨がね自己再生してくれることをね願います。そんな感じでね右股関節が痛くなってちょっとビビっているというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。